からしばらく返事を待っていた時は、今日こういう結婚式の日をどれだけ待ちわびていたかわかりませんが、結婚を決めてからもそういう大きな葛藤や喜怒哀楽を共有して結婚式がゴールなくスタート地点だとよく言われる本当の意味が分かったように思っています。喜怒哀楽の多い人生を生きればきっと楽の終わりやよ。少し遅れて共有していきましょう。